おしんでございます。いつもねご覧いただきましてありがとうございます。最近ねつながりが増えたなと思うのがブログの方なんですね。急にね、ブログの方もですねいろんな方たちに、お声掛けいただいたりとかする中でね非常にこう懸命にね自分も一生懸命になれて、あとはね Facebook の方でもね自分でこう感じたことを年末に送らせていただいて本当大事なねつながってくださっている方たちがメッセージをいただいたりして本当に嬉しく思っております。でね、まあ友人でですね本当に素敵なご夫婦で、富山にね、住まわれているご夫婦なんですけどもね、そのご夫婦ともね、年末にこうズームでこう忘年会をねこうさせていただいたりしたんですけど、まあ本当素敵なご夫婦でね、去年から急にね本当ご主人様と連絡を取らせていただいたりして奥様ともね一緒にお話をさせていただいている中でたくさんこう気づきがあってね、実はその、ご主人様とは年齢もね本当にもう一つ上のお兄様で本当にこうよくしていただいたりとかで、奥様の方もですね普段自分でこうカウンセリングでねいろんな生徒さんとかを育てたりとかする中でスピリチュアルだったりとか、まあ、前世だとかねいろんなところからその本人をこう整えたりとかってそういうことをねすごく人のために一生懸命、長年されている、まあ、私からしたら大先輩みたいなね素敵な方なんですね。本当になんかいつもねおしんさんはこんな人ですよねなんてこう素敵な言葉をいつもいただくので本当に光栄ですけども、本当にいろんな方たちとこう関わっている中でねいろんな気づきがあって、2021年もね素敵な方たちと一緒に過ごせているのは非常にありがたいなと思いながら今います。今日は早速ですけども、テーマの方いきたいと思いますね。本日のテーマはですねちょっと面白いですね。壁だと思ったら扉でした。なんかネタみたいですよね。そうそう、壁だと思ったら扉でしたってね、扉でもねこう前に押すやつだったらね壁と思ってこう触ったらガーッつってねこう急に自分が倒れ込むほど急に行っちゃうみたいなね、引くドアだったらまだねいいんですけどもね、これ話そうと思ったのがですね、実は今の仕事仲間の中でですね、名前フルネームで言うとねさすがに本人に怒られちゃいますんでね、あだ名がですね、まあ、タッコちゃんっていうんですね。まあ、そのタッコちゃんがですね、まあ、なんかこうズームでねミーティングした時にこう話してくださったんですね。まあ、彼女はですねどんな人かと言いますと、まあ、本当にこういろんなものを勉強している中で、まあ、本当こう感性が優れてるんですね。でとっても周りをね優雅にね楽しくさせてくれる人なんです。でもね彼女が面白いのがですね、風邪切って肩でね久しぶりに見たんですよね、中学校の子はですよ、本当にこうね私みたいなこうやんちゃだったのに両手にねポケット突っ込んでこうやっておごらみたいな感じでねこう風邪切るね、もっと昔だったらねなんか風貌の怖いこう角刈りのもうガーってなってる人がもう風邪切る白いスーツでみたいなねイメージですけどね、いい大人になってこの現代社会にとってね女性でねこう風を切って部屋の中に登場する人って初めて見たんですよ。それがタッコちゃんなんですよね。わけわかんないですよね。わけわかんない。もう実際会ったら分かってもらえるんですよね。ね、いつもなんか常に上から目線なんですよ。なぜか上から目線。遅れてくる時があるんですね、彼女ね。まあ女王ですからね。まあいいんですけどね。こう登場してくるんですよ。あれ?遅かったですか?みたいな。いや、確実に 100% ねよ。遅刻してんですよ。でもね、なんかいつも上から目線でね、まあ笑っちゃうんですよ、キャラがね。まあそんな彼女がね、まあある、まあ去年の、まあ、暮れというか、去年の後半ぐらいから、だんだんこう、やっぱりね、もともとすごく感性がいいので、どん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 なんかひらめいてきてね、本当こう楽しくいつも一緒に仕事をさせてもらってるんですけども、その彼女がですねすっごくね今までも何人か成功者の方たちと話してる時にこう聞いたこともあるようなフレーズだったのを、彼女が久しぶりにですね私のこう思考の中の扉をガッとこう開けてくれたんですよね。で何人かいたんですけど仲間がね、まあ、その中で出てきたのはねこの壁だと思ったら扉でしたっていうね、本日のテーマなんですね。でやっぱりねこの誰でも開けられるっていうのが扉ですけども、実際こう壁だと思っていたらっていうことでね言いますと、たくさんこう人生でね生きている中でこう自分が乗り越えられないだろうなっていうものっていうのは、まあ限界ですよね、簡単に言うと限界ね、
ありますよね。自分の中で、まあ、あと不可能ですよね。不可能ね、ありますよね。でそういった限界とか不可能だと思ってること、しかもそれが今の自分です。例えば一つだけね、皆様に、あなた様にお付き合いいただきたいことがちょっと戻ってほしいんですね。数年前でもいいし、10年前でもいいですね。ちょっと戻っていただきたいんですね。今普通にできていることが、ただ数年前、10年前でもいいですけどね、何年か前に戻った時に、その頃にできていなかったなっていうことが、日常の中でも仕事上の中でも何でも構いませんけども、できてなかったことって山ほどありませんかってことなんですね。多分たくさんありません？私めちゃくちゃあるんですよね。例えば仕事でも今のレベルまで来てませんし、ましてやこうやって自分自身がこんないろんな人に話をするなんてって思ってますし、自分自身にこんな素敵な人たちと出会ったりとかっていうことも自分には起きないだろうなって、あったらいいけどっていうレベルだったんですよ。多分ね、全部そういうことなんじゃないかなと思うんですね。そうなったら嬉しいけれどとか、けどでもっていう言い訳ゾーンみたいな言葉があるんですけども、このね、でもけどっていうことっていうのが全て壁なんだっていうことの表しなんですね。ですから周りの方とか自分自身が何か話を人としている時とかでも、自分自身が過去を見たとしても、でもけどっていうことを今実はできてることって案が多くないですかってことなんですよね。これがそのタッコちゃんが私たちズームでね、こうミーティングした時に話してくださったの時にズコンと久しぶりに入ってきたんですね。やはり自分の中でこれぐらいしかできないと思っていたのにとかね、それが今になって自分がやると決めた瞬間、できると思った瞬間に、自分の中でできないと思ってた目の前の壁が実はドアで簡単に開けられてできるようになっちゃったみたいなね、話をしてくれたんですよね。すっごくシンプルで分かりやすかったんですけど、そこにね入ってた仲間がね、ズームで入ってた仲間もみんな目から鱗で、ああなるほどなーなんて言いながらね、こう話をしてたんですね。何かこう新しいことにこうチャレンジをするとか、自分の中で実は諦めていたりとか、自分自身こんなことできたらいいのになぁなんて思っていることっていうのがあると思うんですね。そういったことをまた一緒に見直せたらなと思うんですね。でそういった中で私自身もですね、その信念にねかけて何やったかっていうと、コミットメントと目標設定だったんですね。もう本当実は恥ずかしながら久しぶりだったんですよね。人に対していろんなことを話をしたりとか、いろんなことをね、相談していただいて言うことは多かったんですけども、やはり自分自身でまたね、こんな風になってみたいなっていうものを改めて気づいたりとか、そういったことをまたね、こうトレーニングだっていうこともよりも、自分自身と向き合ってですよね。自分自身の本当潜在的に本当はこういうふうに昔したかったろうみたいなってありません？あると思うんですね。それをなんか生きていく中の時間の中と経験と時間とね、繰り返しの中で抑え込んでたり蓋をしてしまったりっていうものっていうのは多分たくさんあると思うんですね。でもね、いろんなことを思った時に、まあコロナだとかね、また自粛もかかってきましたけども、いろんなことのその規制ですよね。規制、世の中的に規制ですよね。これが自分の中にもう勝手に自分でしていない、いるんじゃないかなっていうところだったんですね。これが今回のその自粛だとかね、今回のこういったいろんなもの変化せざるを得ないっていうところまで来た時に、自分自身が自分自身に蓋をしていることが非常に多いんじゃないかなということを話をしている時に感じたんですよね。でその時に誰も諦めてないし、自分で諦めてたりできてないなと思うことって、じゃあ何かって言ったらやっぱり自分自身なんですね。うん、自分自身。ですから最近はもう去年からですね、実はその私がね、チャンネルにも出ていた鈴木社長ね、普段はミノーさん、ミノーさんとかね、ミネニー、ミネニーでは兄さん、兄さんって呼んでるんですけども、彼が言うようにですよね、その夢とか、ワクワクとかっていうそのワードですよね。自分をとにかく奮い立たせるっていうよりも、笑顔にさせることをたくさん自分で思い出していこう、そしてそれを表現していこう、そして自分に詰まっているようないらないものをどん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 出していこうということによって、どんどん入れ替わるよねっていうことっていうのが、
実はやっぱり潜在的な部分で非常に大事なんだよねっていう、周りからのメッセージのように周りが喋っているわけです。私の周りでね、気づけば自分自身も喋ってる、そして自分の周りがどんどん変化する。でね、こんなことあるじゃないですか、よくね、本当私が22歳の時にね、一緒にこう仕事として物事を考えた時に教えていただいた中にね、もう誰でも分かりますよ。みかん箱があります。例えばね、みかん箱ね、奥の方に1個だけ腐ってるみかんがあったら、日に周りもカビていきますよね。これが負ですよ、マイナスですよね。ではやっぱりその環境の話をよくしますけども、自分が例えばマイナスの人とかマイナス発言を多くする人が多分周りに1人2人いたとしますよね。それをどのように捉えるかなんですね。実際に自分自身の見えていない潜在的なマイナス要因が働いてるから寄ってくるわけですよ。ですからこの要因をとにかくクリアにするために出す、書く、捨てる、クリアにしていく、クリアリングですけどね、そういったことをすることによって、目の前に現れてるいらないものっていうのが、マイナスがどん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 と離れていくことになる。なぜかマイナス要因が減るからってことですよね。で、人間は思いっていうのは、これは言葉っていうのは、思考っていうのはね、粒子が飛ぶってこと言われてますよね。まあ本当にいろんなね、勉強の中にも出てきますけども、そういった中でこう実際つながっていくわけですよね。で、そんな時に実際自分自身、例えばね、前回も話をしてますけど、まあ期待とか、ね、希望とか夢とかいっぱいありますよね、前向きな言葉。そういった中で自分が包み込まれながら生きているのかっていうことなんです。で、その中で自分自身が自分にプラスを生みたければですよね、自分の周りをプラスにしたければ、あなたは実際に素敵な扉を開けるための思考を持っていますかってことなんですよ。そして普段から言葉もそうですよね。自分自身がうまくいってる人を見た時にどういうふうに見えるかなんですよね。多分ものすごくシンプルで簡単だと思うんですね。多分その人のうまくいってる周りって、多分ね、プラスの言葉とかね、発言しかないような人と一緒にいると思うんです。前向きとか、分かりやすくないですか。うまくいってない人どうですか。愚痴の塊で愚痴を言ってる会の中にしかいないんですよね。先ほど みかん箱じゃないけど、引き込まれたくなければね、やっぱりプラスの人間の声を聞いて、プラスの人間のことを考えて、プラスの人と自分が前向きになったり目標を持ったりすることがベストですよね。でもね、中にはいらっしゃるんですよね、その依存だとかね、そういったことで非常にもう難しくなったりするかもしれませんけども、一番魅力的なのってじゃあどんな人かなと思った時に、やはり自分で壁をちゃんと、これが壁だなと、これ壁っていうのは問題ですよ、問題。先に進みたいものにがある人間にしか壁も現れないし、問題も現れないっていうことがまず大事ですよね。ここ非常に大事じゃないですか。自分が目標やね、なりたい自分というのがない人間にはまず壁なんてないですから。ってことは問題なんか起きないんですよ。で、気づいたらもう年食ってるみたいなね、状態ですよね。自分にとって課題や挫折も全てですけども、この壁っていう問題や挫折や自分の試練みたいなものっていうのは、求めたり夢とか未来を見てる人間にしか与えられないっていうものですよね。それがまずある時点で自分自身がそれを開けよう、越えよう、壊そうと思っている自分自身なのか、それともその壁に向かってずっとね、立ったまんま、いつかなくなるんじゃないかなみたいなね感じでいるのか、もしくはこの壁をに背を向けて、もう見ないよと、そういう目の前のことにね、目を背けますという姿勢なのかっていう部分で、非常に人生って選択肢っていっぱいあるじゃないですか。ですから私の周りも今まで生きてきている中でですよね、で今の仕事やのいろんな方たちといる中で、どんな方とじゃあ物事を進めてこれたかなって言った時に、やはり前向きな方なわけですよ。で、マイナス発言する方っていうのは、私がそういう発言をあまりしないもんですから、居づらくなって私の周りからいなくなっていくんですね。その代わりまた新しくプラスを生み出す人間が、出会いが、ご縁がどんどん来るんです。
ですから目の前は寂しいことは起きるけども、必ず来ることは分かっているので、どん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 ブラッシュアップされて、自分の中でどん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 自分といたい人のことだけ考えていくことになるんですね。ですから自分と同じ思考や同じ感覚や自分と同じようなリズムを持った人間がどん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 集まってきます。で、あなた様例えばがどうかっていうことで、あなた様の周りのね、人たち、付き合っている方、寄ってくる方っていうのも全部レベルアップしてきませんか？私もいろんな方たちとご会いさせていただいて、素敵な方たくさんいますけども、やはりその人を軸に素敵な人の引き寄せですよね。磁石のようにね、やっぱなってきますよね。ですから自分自身が壁が現れた時にどう捉えるかってこともみんな同じなんですよ。そしていい情報を聞いたり、いいやり方、いいね、方法を聞いた時に、自分自身がどうしたらいいかっていうことを教えてもらったことすでにできる方ほど簡単に鍵が開くっていうね。これ簡単ですよね。鍵が開かないね、鍵が合わないから扉が開かないってよくありません？当たり前じゃないですか。だって開ける鍵が違ったらね、どんだけ差し込んだって開かないんですよ。だけども自分が自分が自分がっていうほど、周りのせいにするほど、人の悪口言っている人ほど、この鍵はなかなか開かないわけですよね。で、自分を最後に責め出すわけですよ。自分なんてって。これが非常に寂しいことですよね。ですから自分自身がこの鍵を簡単に開けたい、そしてこの壁だと思ってたの扉だったっていうのも、自分自身が自分と向き合った時に本当はどんな自分になりたいのかっていうことに対してきっちり向かっている方ほど、簡単に壁だと思ったような扉ですっと開けられたりとか、鍵も持っているからすぐ開けられたりとかっていうことに準備ができるわけです。ですからそういう面で言うと、自分自身が壁だと思っていたりね、試練だと思っていることが全て簡単にスルーできることになるっていうのは、やはり日頃の自分の環境と自分自身が諦めないっていうこと、そしてどうしたいのかっていうことに対して、やっぱりエネルギーをね、自分の感情をしっかりとコントロールして向かわせてる人なんじゃないかなと思うんです。ですからそういった人とね、たくさん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 、これからもね、一緒にいたいなと思いますし、残りの人生の中で素敵な方とたくさん出会いたいなと思ってますし、歩んでいきたいと私は思ってるんでね、もっとたくさんこれからたくさん出会えることをね、期待して一緒に頑張っていきましょう。では本日もこれにて終わりにしたいと思います。本日もどうもありがとうございました。このチャンネルでは、人生を好転させられるようなこと、そしてうつ病、借金、家庭崩壊を乗り越えてきました経験者の私の目線で、お話をさせていただいております。またですね、SNS 等もやっておりますので、概要欄からぜひチェックの方をしてみてください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。